サール、そうも簡単に惑わされるのか。やめろ、まだだ。まずは客人に挨拶せねばな。アポクリファの頂上で最初のドラゴンボーンと最後のドラゴンボーンがまみえるわけだ。ハルメアス・モラが望んだのだろう。彼は気分屋だからな。だがこれで奴から自由になる。アポクリファでの生活は終わった。ここでは全力を出せるだろうが、それはこちらも同じだ。お前は死ぬ。そして私はお前の魂の力でソルス星雲に帰還する。再び己が運命の主となるのだ。
まあいい。新しいドラゴンボーンが私に仕えてくれるだろう。私のように献身が報われることを祈ろう。ミラークは私に対する反逆を目論んでいた。奴の霊から学ぶんだ。忠実に仕えれば十分な見返りが与えられる。